メインはアメリカ海軍の戦艦。メイン級戦艦の一番艦。艦名はメイン州にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。メインは初代メインが破壊された1年後の1899年2月15日にペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズ社で寄港し、1901年7月27日にメアリー・プレブル・アンダーソンによって命名。 浸水、1902年12月29日に、初代艦長友人 HC ロイツ大佐の指揮下、収益した。1903年から1907年までメインは、西インド諸島南の大西洋岸沿いに活動し、地中海への航海も行った。1907年12月16日に、大西洋艦隊の一部として、ハンプトンローズを出港し、 グレートホワイトフリートに加わり世界巡航を行った。メインはアラバマと共にグアムとフィリピンを訪れ、スエズ運河を通過し地中海へ抜け、その後1908年10月に大西洋岸へ帰還した。メインは大西洋艦隊第3艦隊の帰還に任命され、続く数ヶ月にわたって大西洋岸からカリブ海で活動した。1909年8月31日に、 ニューハンプシャー州ポーツマスで退役するが、1911年6月15日に最終役し、メインは東海岸沿いに活動した。第1次世界大戦中は、機関兵、武装警備員、海軍士官候補生の訓練官として活動した。第1次世界大戦が終了すると、メインは1918年12月26日に、ニューヨークでの関越式に参加した。 メインはその後も大西洋艦隊で活動し、1920年5月15日にフィラデルフィア海軍造船所で退役した。1922年1月23日にフィラデルフィアのジョセフ・ジー・ヒトナー及びウィリアム・エフ・カットレットにスクラップとして売却された。1923年12月17日にはワシントン海軍軍縮条約に従い武装を 撤去され、その後解体廃棄された。ありがとうございます。